本日ご紹介するのは、女優の麻生由美さんです。伊沢オフィスとの契約を2022年8月31日に終了され、現在はフリーで活動されています。麻生由美さんは1963年8月15日生まれの現在60歳で、血液型は O 型。離婚されていますが、麻生由美さんの元夫は俳優の長澤俊也さんで、お二人の間にはお子さんが一人いらっしゃり、当時39歳での高齢出産でも話題になりました。麻生由美さんは大阪府生まれですが、出身は長崎県となっております。幼稚園から高校まで長崎市内の学校に通われ、長崎県立長崎西高等学校を卒業後に青山学院大学に進学。大学在学中の1983年の映画あいつとララバイでデビュー。その後1984年10月芸名を麻生由美に改名され、雑誌等のグラビアデビュー後、バラエティ番組オールナイトフジの司会を務め、注目を集める存在に。1985年には金棒水着キャンペーンガールに選ばれ、人気が爆発。当時はグラビアアイドルという言葉はありませんでしたが、間違いなく現在のグラドル的な存在でした。さらに麻生由美さんは、それまでのキャンペーンガールと比べてバストが大変大きかったのですが、大胆にその美しい谷間を強調する写真が多かったことも人気の一因かもしれませんね。麻生由美さん、現在の身長は161センチ。体重とスリーサイズは非公開のようで情報はありませんでした。グラドル当時のバストは交渉で85センチだったとの情報が多いです。しかし、そのバスト85センチに疑問も持つ方も多かったようで、もっと大きいだろうとの声が多数。当時のお写真を拝見しましたが、完全にもっとありそうです。お胸の大きさももちろんですが、なんというか、麻生由美さんのヘルシーな色っぽさがたまりませんね。グラドルの活動以外にも、ドリフ大爆笑のコントや、男女七人秋物語などのテレビドラマにも出演され、役者としての知名度を上げられます。1988年にはトレンディードラマ、君が嘘をついたでヒロインを務めるなど、1980年代末から1990年代初頭にかけ活躍されました。また、2023年に還暦を迎える1963年生まれの男女2000人を対象に、2023年の還暦人に関する調査では、還暦に見えない、容姿が若いと思う女性有名人のランキングの第2位にランクインされています。麻生由美さんは、大学生の頃から芸能界で活躍されてきましたが、近年も変わらずその才能を発揮され続けています。2022年はドラマ、アトムの子に出演され、2023年は6月24日スタートの、優しい猫へも出演されています。今ではすっかり、ベテラン女優の麻生由美さんですが、2002年6月12日にムック本として発売された月刊麻生由美は、現在に至るまでの麻生由美さんを感じられる作品となっております。こちらは38歳頃に撮影されたものです。当時、清楚ながら愛嬌のある雰囲気の麻生由美さんでしたが、この本では妖艶な雰囲気をまとい、大人の女としての魅力を発揮しています。元祖グラドル、現在はベテラン女優、麻生由美さんの軌跡をたどってみてはいかがでしょうか。これからも麻生由美さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。